チャオ、あっちゃんです。今日4月の23日。はい。はい、4月23日。今ね、2時ちょっと前。1時45分ぐらいです。ね、急にお出かけが決まって。どっか行こうか、言って、うん。大阪方面行きたいいう話になってね。で、行くんで、ちょっとメイクします。はい、ということで。また忘れた。何からすんのやろ。CC クリーム。CC クリームね。もうね、朝からね、あれはやってんの。朝からね、ローションとか、顔洗った後。顔洗った後にローションと、美容液と、乳液はもう終わってんねんけどね、さっきにね、今日どこか行こうかなって、どこかってか、ちょっとね、夕方から出て行って開放倉庫行って晩ご飯食べて帰ろうかなって言っててんけど、言っててんけど、あれです、急にお出かけしようっていう話になって、で、まあ、1時45分、まだお昼食べてないねん。お昼どうか、外でなんか食べようかーいう話とって、まあそんなんどうでもいいねんけどもね、な感じで、よくわからない、忘れちゃったわ、これ何やったっけな、これ何やったかな、ね、目からいきましょう。眉毛。難しい、久々にやると難しい、眉毛太なったの。まあ今もここはね、抜いたろうかな、待ってね、で、で、アイシャドウ、アイシャドウを何色を使うか、
でね、昔ね、久しぶりにやるとで、何をするんやったっけ、アイライン、アイラインが難しいね待ってね、鏡をじっくり見てない、じっくりか遠目に見てたからちょっと不思議なとか、鏡がね、ちょっと待ってね、こんな感じにアイラインを入れて、この前のコメントでこのいつもあっちゃんがポコンって膨らんだんだけど、へこんだ方でこれ塗るの知らんかった、え、こうやって塗るの知らんかったよでも山の方で塗ってたわありがとうね、教えてくれて、目がかゆい、ほんまにね、メイク初心者さんやからね、分からへんし、見よう見まねでメイクみたいな感じでやってるからさ、
塗りやすい、こっちの方やっぱり山で塗ってて塗りにくいな思ってて、うん、ということでね、うーんとこれでとよいしょと、うなんかくしゃみが出そう。こんな感じでしょうか、うん、口便利ね、いつも塗り忘れんだけど、ではクリスチャンディオールで。こんな感じでいかがで、あ、持っていきます。髪の毛してないんだけどね、今日はこんな感じでお出かけしたいと思います。